来たか。さあ、早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか？それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。ドクター、無論すでに決めてきたのだろう。おお、それは？何？お待ちください。その選択で本当に後悔しませんね。わかりました。シルビー、なかなかうまくいかぬものだな。まだ時間はあります。もうしばらく様子を見ましょう。座視するのみでこの結果が変わるのか。直接的な干渉は全てを無に帰します。我々は舞台を用意すること以外をしてはなりません。気の長い話だな。お前はそれでいいだろうが、私は ディアナ。はい。聞いての通り、今日からドクターがお前の主人だ。かしこまりました、旦那さん。大旦那様とお呼びしてよろしいでしょうか。私もいきなり出世したものだな。申し訳ありません。お前がいないと不便だ。ドクターに捨てられたらいつでも私のもとへ帰ってくるがいい。お気遣いありがとうございます。部屋へ戻るぞ。お供いたします。旦那様。旦那様。そうです、旦那様。私を選んでくださいました。今日から精一杯お仕えさせていただきます。どうぞ何でもお申し付けください。
呼び止めたりしてすみません。失礼なことは承知しています。でもお伝えしなければと。どうしてそんな気持ちになったのか自分でも分かりません。ただ、さっき選ばれた時、私嬉しかったです。失礼します。嬉しかったです。